日高のサマニ町の海岸では今月から手作業で刈り取るカンフノリの漁が始まっています岩にびっしりとついたカンフノリ道具を使わず手作業で刈り取っていきますコリコリとした食感が特徴のカンフノリの漁がサマニ町で始まっています漁は資源保護のため取る時間が1日1時間半と限られています 例年2月に始まる漁ですが、今年は海が荒れていたため、開始が今月にずれ込んだということです。磯の香りが強く、味噌汁によく合うというカンフの利量は6月頃まで続きます。